についての指摘をしなければいけない、このような趣旨だったんです。それを例えばね、あのさ、その畑さん、畑さんこの番組ね、ご指摘いただきます。まあ、畑さんがそういう話をされるならわかります、政治家で公党の代表の方がですね、そのこの事実認識の問題、多分日韓の間の日中の間の歴史認識の学者レベルの意見交換はあっても、その中身の問題について今でも踏み込めているわけじゃないですか。あえてその問題を学者ではなくて、公党の代表が平場で発言することの政治的な影響っていうのは、その時は懸念されているお話になったんですか。僕は歴史家じゃありませんから、はい、歴史的な事実論争というものをやる立場ではないのは100も承知しています。ですから僕が5月13日に発言したこと、まあ、朝日新聞や毎日新聞